我々の信じは一手間かけることです。朝から神棚に手を合わせる、そして杯を変える、ね、そしていただきます、ごちそうさま、さようなら、ごめんなさい、これ全部信じなんです。はい、もっと日本一問一答です。はい、今日はですね、滋賀県の、しげ先生に来ていただいております、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、では早速ですけれども一問よろしくお願いします、はい、私もあの神社仏閣はですね、うん、あの大好きで、はい、よくあのいろいろあのあちこちもやらせてもらうんですけども、はい、でまあ、あのこれも誰からか聞いたかっていう話もちょっとはっきり定かじゃないんですけども、うん、いつも神社を応援させてもらうときにですね、うん、あの作法ですね、作法、はい、でまあ、当然あの、まあ最初にですね、うん、あの神様の前で、うん、自分の、名前、生年月日、はい、住所、うん、っていうのをお伝えさせていただいて、はい、まあ、あの祀られているご祭神さんですね、はい、まあ、祭神さんがあのお一人の方もいらっしゃれば、はい、あの神社によっては2人、はい、3人いらっしゃることがあるんですけども、はい、そういった場合の作法ですね、はい、っていうものが何かあの決まったものがあれば、はい、あのちょっと教えていただきたいということで、はい、よろしくお願いします。はい、分かりました、はいはい、これはですね、今どうなのかな、例えば電話をかけるときに、はい、昔は、はい、名を名乗れ、はい、でしょ、はい、ね、例えば「しげさんいますか?」じゃなくて、はい、小坂と申しますが、はい、ね、しげさんはご在宅でしょうか、はい、っていうふうにまず自分の名前を言ってやる。これ昔のこう薬剤映画なんか、ね、最初名を名乗って「はい、お控えなすて!」みたいな、はいはい、ね、まず自分の名を名乗ってやるっていうね、これがやっぱり礼儀じゃないですか、はい、でこれってやっぱり神事から来てるんですよ全部。ですのでまずね、神社に行った時に、はい、自分が何者かというものをまず言わなきゃいけません、で神社で先ほど言われた通り、はいはい、まず、住所を言います、はい、でそして名前を言う、はい、ね、はい、まあ、生年月日までは、まあ、ここは、まあ、言ってもいいし言わなくてもいいし、はい、基本的には住所と名前を言う、はい、っていうのが基本なんです。あ、そうですか、はい、ですからやられているのはすごく、はいはい、あの正しいですね。住所もね、うん、今あのほんまにあの自分の本住所があって、うん、単身の先で行ってる住所がありますが、うん、その前今住んでるところの住所でいいですか。今住んでるところがいいですね。いいですよね、はい、今住んでるところの住所に言うのはこれ本籍とかいろいろありますけども、はい、基本的には、ね、今住んでるところに言うんですね、はいはい、そしてこれね、またね、ちゃんとした基本があって、はい、じゃあそれを言った後に最初に何を言うか、はい、最初ね、感謝から感謝、決意、祈願というね、この順番になります。でなぜ感謝から言うかというと、例えば参拝に行くってことはどこかでまだ以前参拝してるわけでしょ、はい、そうです、同じ場所かもしれないし、はいはい、でそこでは必ず祈願をしてるわけですね、はい、でこれ祈願をどう見ていくかっていうところなんですけども、はい、基本的にはこう神社に行くとね、例えばね、家が欲しい、彼女が欲しい、車が欲しい、だからね、車が手に入りますようにとかっていう、これは何もしませんっていうことでしょう、はい、何もしないけど車だけください、はい、こういう現世利益は実は神社にはありません、はい、もう神社というのは自然界の神々なので、神々はすでに我々が生きていける環境を作ってるわけですね、はい、でこのあもうすでに与えられているものの中で我々がどう頑張っていけるかなんです、はい、ですから基本的には、車がね、手に入りますように頑張りますなんです。あ、はい、家が手に入るように頑張ります、はい、ですから祈願っていう、祈願じゃない、あの感謝、決意、これがね、自分の、祈りでしょ、はい、意を乗り上げるっていう意味なんです。だから自分が家がね、欲しい、だから家が手に入るように頑張りますという意を乗り上げるというのが願い、はい、ですからよくね、神社にあれが欲しい、これが欲しいっていうのはまだこれはね、お願いなんです、はい、ですからこれね、分かりやすく言うとまずね、あ、家が欲しいなって思うでしょ、はい、思い続けるとこの思いっていうのは願いに変わるんです、はい、願い続けるとこの願いは祈りに変わるんです、はい、で祈り続けるとこの祈りは決意に変わる。あ、ところがね、何もしない人はこうどうなるか、まず思うでしょ、欲しいな、はい、すると願うでしょ、はい、願うと祈りになるでしょ、はい、ね、でもこの祈りが決意にならない人がいるんですね、はい、いつまでも欲しいという人、はい、するとどうなるか、祈りが呪いに変わります、
結局、ね、何もしないで手に入らない、はい、神様なんていない、はいはい、というふうになってしまいます、はい、うん、ですからあのよくねあるじゃないですか、あのこの人のために一生懸命頑張る、尽くす、でも本当は自分が愛されたいためにやってた、でこれ愛が返ってこないと呪いに変わる、恨みに変わる、ね、ですからこれは本当は誰のためにやってたの、自分をいい人と思わせたくてやってたんですか、はい、違うでしょ、その人のためにやってたんでしょ、はい、っていうことなんですね、はい、うん、ですからここがね、何かをくださいではなくて、自分はこうやりますという決意、はい、そして人間は決意すると動くじゃないですか、はい、動くと事故に遭いやすくなったり病気になりやすくなったりする、はい、まあ、それをですね、まあ、見守っていただくという、はい、まあ、それがね、まあ、祈願みたいな、うん、っていうふうに思ったり、そしてまた神社に行ったら感謝から入るっていうのは、これね、これ人間の社会でもそうで、例えば、今度ねこういうことがあるからね、石毛さん来てくださいよって言われて行きました、はいはい、で来てくれた、あ、石毛さんありがとうっていう、これって感謝ですかね、そうですね、まあ、気持ちとしては ありがとうってことで感謝じゃないですか、ね、思うでしょ、はい、実はこれね感謝じゃない、あ、そうです、挨拶です、あ、やっぱり人が来たら来てくれたからありがとうって、これもね挨拶なんですよ、はい、だからこれ現世利益に対するお返しです、あ、だから逆に来たのにありがとうって言わなかったらなんとか気分悪くなるでしょ、あ、そうですね、ね、はい、でところがこの感謝っていうのは実は次なんですよ、はい、その日のうちにありがとうってメールか電話をするか、また翌日までにメールか電話をするか、つまり一つの願いに対して二つの感謝ですから、我々は神社でお願いをしたんだから、ね、次は神社に行った時にまず感謝から入る、で例えばまた何かでねお誘いした時に、しげさんこの間ね来てくれてありがとうって、ね、ところでまたこんなことあるんだけど来てくれないかなっていうふうに感謝からお伝えする、うんうんうん、これ人間の営みでもそうじゃないですか、そうですね、はい、前のことはもう忘れてしまって、うん、で次のこと次のこと次のこと、うん、全部自分のこと、うん、でしょ、ではなくて、まず来て以前来ていただいたことに対して感謝を言ってまたお願いをしていく、だから一つの願いに二つの感謝、うん、これも全部やっぱり神事から来てるんです、うん、でも最近はその、まあ、人間っていうのは便利さを求めるようになった、便利になるということは一手間抜くってこと、ね、で一手間抜くってことはどういうことかというと、我々の神事は一手間かけることです、うん、朝から神棚に手を合わせる、そして榊を変える、ね、そしていただきます、ごちそうさま、さようなら、ごめんなさい、これ全部神事なんです、うん、ですからこういった神事がどんどん世の中からなくなっていく、ね、だから最近近所の人に挨拶もしないとか、隣に誰が住んでるかわからないとか、ね、昔の良きものがどんどんなくなっていってるでしょ、つまり私たちの中から今神様がいなくなっている、ね、本来は鏡の中から我を取る、すると神が残る、だから神様のような振る舞いとは自我を取り除くことですよという教えがあった、ところが今は私たちの中から便利さ、ね、そこから神を取り除く、残るのは自我です、だから今はこの自我がね優先するような世の中になった、すると私利私欲の罪が重なる、ね、それは神様にとってはおいおいと、これが今回のコロナウイルスとかああいうにつながっていくんですよ、うん、ですから自分のことだけじゃなくてね、周りのことだけじゃなくて、もっと自然界、つまり私たちは自然の支配者ではなくて自然の一部です、この自然の一部だということをしっかり考える、そして生活していくっていうことがすごく大切ですよっていうのが、実はこの神社参拝の中の作法にね含まれていくんですね、はい、どうでしょうか。いやいや、まあ、今のお話聞いてて、まあ、うん、基本なんか神様に何か、まあ、普段感謝して述べて、うん、まあ、感謝がほとんど感謝なんですよ、うん、だから何かそう自分が誓いを立てて、うん、私はこういうことするんで力を貸してくださいっていうことを、うん、まあ、これからですね、うん、前出しの時に自分が思うことがあれば、うん、先生に教えていただいた通り、うん、そういうことでまた参加させてもらおうかなと、うん、あなたに思いました、うん、はい、わかりました。先ほどもありがとうございました。ありがとうございました。日本のことを知りたいあなたのために、日本の神様開運ブック好評発売中。